まずはこういう基本的な受信力と発信力が速くなって、で応用としてサッカーのテクニックだったり、バスケットのテクニックがあります。まずは基本が大事です。ビジネスマンの研修、まずこれをやります。これを速くして、パッと動いて、お客様は相手が、あるいは物がどう動いたときにどう考えて、どう動くかですね。それができるビジネスマンかなと思います。はい、ありがとうございました。